今日日本に来たばっかり、あ、今イタリアに来たばっかなの。だからちょっとあんまりよくわからないけども、今パドバの街を回ってきて、そしてここのビッグオムシスに来て、もうすごくびっくりして驚いて、こんなに人が日本の文化漫画をいっぱい愛してるんだなと思って嬉しいです。とっても嬉しい、うん、光栄です。 I'm home and みんなすごい楽しそう、うん、最高。ありがとうございます。よって最高です。僕たちの音楽はポップスもアニメもロックもパンクも全部一緒、全部一緒にしたい。とてもできるかわからないけどそうしたい。いろんなジャンルの壁をね、うん、取り除いて。あ、イタリアンフード。ピザ食べたね。ピザ初めて行ったやつ。パスタ、パスタ、ピザ、ピザ、チーズ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 。チャオ、チャオ、チャオ。また会いましょう。イタリアで、日本で、私たちは待ってます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ビドンキス。パドバ。最高。最高。ロックンロール。I'm singing my songs. At the moment, I'm collaborating with Italian musicians, Italian DJs, and the song is called Pave My Way. It's a fusion of Japanese traditional sound with Italian dance music. I can see many Japanese pop culture, and I'm so glad to see a lot of Italian people are interested in Japanese culture and Japanese manga, anime, those kind of things. So this is really great thing to know as a Japanese.